小細工は通用しない。諦めるんだ。冒険者、やっと来てくれましたね。もう少しで時空がぐちゃぐちゃになるところでしたよ。あなたにお願いしたいことがあるのですが、少々整理する時間をください。はい、運命の風、良いですか？以前、シュミッツがアリスを起動したことで発生した問題は、なんとか解決することができました。しかし、そうです。これがこの世界の仕組みです。一難去れば、また一難やってくるものなのです。アリスが起動されたことで時空に大きな混乱が生じました。僕が一生懸命一つ一つ修復しているというのに、魔王モロクがこの時空の混乱を利用してゲフェニアに保管されているユミルの心臓のかけらを奪おうとしているのです。ゲフェンはかつて今ほど発展しておらず、ゲフェニアと呼ばれていました。もちろん魔王モロクの思い通りにさせてはいけません。先ほどのやり取りを見ていましたよね。魔王モロクが諦めるとは思えません。過去のゲフェニアに行き、ユミルの心臓のかけらを奪うつもりでしょう。ゲフェニアにはもともとユミルの心臓のかけらを狙っている者たちがいたのです。そこに魔王モロクも加わってしまいました。ユミルの心臓のかけらを守っている吸血鬼一族のことが心配です。僕の魔法についてきてください。吸血鬼一族のドラキュラのところまで案内してあげましょう。とにかく今回も歴史が変わらないようにしてください。行きましょう。